横須賀音楽隊は昭和29年に発足し、昭和49年横須賀地方総監の直轄部隊として正式に編成が認められました。儀式式典における演奏、大半の式高揚および部内外に対する広報を任務とし、その担当区域は北は岩手県、西は三重県まで1都17県の広範囲にわたり演奏活動を行っています。また海上自衛隊が毎年実施している営業練習公開にも派遣をしておりまして、現在まで66カ国124機構地を訪問しています。さあ、それでは